ムラガが本体破砕を率いてエルデラの追撃に入っただと。はい。リオニスの動きならば読める。ウェズエットに助けを求め攻撃に転じる心づもりだろう。父上、ことが早く進みすぎておりませんか。うん。このまま戦に突入すればサーダリーやムラガの思うつぼ。とはいえ宿敵ウェズエットを撃つのに絶好の機会であるのは間違いのないところだ。下せぬのはムラガの動きか。なぜ同盟相手の我らに何も告げずウェズエット領へ。我らがおらぬ方が都合が良いということでしょうね。どうした。父上、申し訳ありません。嫁入り道具にと授かった遺物の首飾りをモントに。そのことはムラガは知っておるのか。抜け目ない奴のことですから、おそらくは。加えてモントはリオニスの持つ古代の遺物も手にしておりました。もしもムラガがエルデの軍を打ち破るとなれば、二つの古代の遺物を手に入れることとなりましょう。それは厄介であるが、何とかせねばならんぞ。私にお任せください。アドラードとサリアか。うん、第二部隊の総令ならば適任かもしれぬな。では急ぎ出陣せよ。はっ、お任せください。見送りはここまででよいぞ。何言ってんのよ。私も一緒に行くわ。ダメだ。ダメって言われてもついてく。だって兄様と離れ離れになりたくないもの。サリア、これは任務なんだぞ。だから行くのよ。兄様だって私の実力よくわかってるでしょ。それは認めるが。じゃ、決まり。で、やっちゃうつもり？やるだと？何を？モント君を助けるかどうかってことよ、鈍いわね。リオニスに味方するということか？マシュリー様、モント君に恋してるんでしょ。すぐにピンときたわ。ああ、そうかもしれんな。だが、我らホルンはフェネスと同盟を組んでいるのだぞ。ブー。じゃあリオニスと戦うわけ？そこは微妙だな。我らの任務は古代の遺物の回収。それを邪魔する者がいれば排除することになるだろうが。ってことはムラガに古代の遺物を奪われそうになればいいってことよね。お前そんなにムラガのことが嫌いなのか。兄様だってそうでしょ。とはいえロブ様もそこまではお望みではない。追撃を失敗させて痛手を負わせるぐらいにしておく。そんなんで満足なの？いずれはムラガとシーユーを決する時が訪れるだろう。だがそれは今じゃない。いいな、暴走するなよ。それが今回同行する条件だ。チェー、分かったわよ。
ねえ、ミーム。はい、何でしょうか。この道で本当にいいのかい。余計な心配は無用だぞ、モントよ。案内は土地に明るいものに任せる。鉄則であろう。はい。奴らに追いつかれる前に何としても山を越える。今はそのことのみに集中しておればよいのだ。どうしたんだい、モント様。納得のいかない顔してるけど。僕はウェズエット城へ行ったことがあるんだ。ああ、確か3年ほど前だったね。行く時も帰る時もこの道は通らなかった。まさかあのミーウという村娘が嘘の道案内をしてるとでも。むやみに人を疑うべきじゃないのはよくわかってる。でもやっぱり納得できないんだ。気のせいってことは。もう一つ、僕があの村を訪れた時、ミーウはあの村にいなかった。どうするね、モント様。私があの子の口を割らせてもいいんだけど。いや、もう少しだけ様子を見よう。いいのか。手遅れになるかもしれないよ。頼む、僕を信じてほしい。分かったよ。ホルンの軍勢がこちらに向かっているだと。派遣されたのはどうやら第二部隊の総令のようです。ロブメ、余計なことをしやがって。ホルンとは同盟を組んでいるのだろう。援軍をよこすのは当然ではないのか。何が文句あるのだ。ホルン軍もいればウェゼットが挙兵しようと跳ね返せるであろうよ。貴様には関係のない話だ。俺にはわかる。へえ。古代の遺物を奪う、それが目的だ。違うとは言わせぬぞ。くっ、図星かよ。だとしたらホルンの奴らは邪魔だってことになるな。